グラードは、イタリア共和国フリウリベネツィアジュリア州、ゴリツヤ県にある、人口約8100人の基礎自治体。ローマ時代に遡る歴史を有する中心市街は、アドリア海北園の関湖に浮かぶ島に位置する。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。ゴリツヤ県ゴリツヤ県南部に所在するコムーネである。セキコ城のグラードの町は、モンファルコーネから、 南西へ約 18km、州都ト,トリエステからトリエステ湾を隔てて西へ 31km、県とゴリツヤから南南西へ 34km、ウーディネから南南東へ 45km、ベネツヤから東北東へ 88km の距離にある。自治体としてのグラードは、石湖上の多くの島々や本土を含んでおり、広大な範囲にわたっている。 グラード型紙の島々のほとんどは無人島である。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の UD はウーディネ県所属を示す。中心市街はアドリア海北園の関湖、グラード型の周辺に浮かぶ島、イーゾラ道路にある。関湖上の島という立地条件はベネツィアと似ている。著名な島としては、 関湖東部に位置して教会が建てられ、聖地とされているバルバナ島が挙げられる。グラードの中心市街は、イーゾラ道路の関湖側に発達した都市である。グラードイコールピネータは、イーゾラ道路のアドリア海側の町である。本土側にもいくつかの小集落があり、そのうちで最も大きいものが、フォッサロンディグラードである。 サンテウフェミア聖堂町の歴史は古く、ローマ時代にはアクイ・グレーデーティーの名で知られた。この地方の中心都市であったアクイレイアは、赤湖を挟んで10キロメートル北にあり、グラードはその外交としてアクイレイアと密接な関係を持っていた。西ローマ帝国の末年、移民族の侵入にさらされると、多くの人々が安全な場所を求めてアクイレイアからグラードへ逃れてきた。 452年には、アクイレア主教のニケタスがグラードに一時、逃れてきている。五世紀頃には、サンタマリアデル・レグラツエ聖堂や、サンテウフェミア聖堂が建てられた。また、この町は、アクイレア総大主教国の海軍の拠点となった。568年、ランゴバルド人の侵入を受け、アクイレア総大主教パウリヌスはグラードに潜座した。その後、 この地方を管轄する教会は分裂し、二人の総大司教が並び立つことになる。アクイレアの総大司教と、ベネツヤア方やグラードなど沿岸地方のラテン人を基盤とするグラードの総大司教である。990年、アクイレア総大司教ポッポーネがグラードを占領したが、これを維持することはできなかった。1027年、 教皇がグラードとベネツィア地方におけるアクイレーヤ大司教の優越した地位を確認することで事態は収集された。1451年教皇ニコラウス5世によって総大司教座はグラードからベネツィアに移された。これによりグラードは小さな町へと転落した。グラードはナポレオン戦争中の1810年にイギリスに1812年に フランスによって占領され、その度に略奪を受けた。1815年にオーストリア領になった。第一次世界大戦休戦後の1918年、この地はイタリア王国の手に渡り、1920年に正式にイタリアの領土となった。かつてはアドリア海の漁業の拠点の一つであった。また温泉があり、当時は観光地としても知られている。 人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は、人口統計上、家屋密度の高いチェントの浴びたと、密度の低いニュークリを浴びたと、まとまった、居住地区を形成していない、ケーススパースの区分を用いている。上の表で地名が、 すべて大文字で示されているものが、チェントロ・アビタトである。印が付されているのは、コムーネの役場、役所ラカーサ・コムノリーの置かれている地区である。地域の東部に位置するセキコと、湿地から作られた養魚チバジ・キャバナタは、自然保護区に指定されており、ラムサール条約の定める、国際的に重要な湿地に登録されている。イタリアのラムサール条約登録地一覧も参照。 ありがとうございます。